ありがとうございます。だよ今日もどうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。だよコメントいただきましたよ。コメントありがとうございます。はい、ありがたいですね。最近ですね初めてのコメントが多くて、うん、私初めてコメントしたしましたっていう方が多いんですよね。ああ<ー>、うん、あのねはいすごいいいことだと思うよ。多分ね見てる人もコメントとかしたことない人いると思うんだけど、あのねどんどんコメントした方がいいと思うよ。僕がコメントいっぱいするから。 ああそうなんですね意識してしようと思うんじゃなくて自分が見て感動したものには絶対コメントするからそうなんですねうれしいじゃないだから自分が感動したことを伝えることによってその人を喜ぶじゃない人も喜ぶしでそれをやっぱコメント読む人っているからコメント読んだ人も「いやだよねだよねだよね」って言ってまたそこでいいねってできます ここでさ、はい、その人の心に火が灯るんだよねすごい小さいけども、うん、でもこれもさ僕悪くちゃんし1回も書いたことないよ、うん、SNS 上ってさ、はい、すごいじゃない誹謗中傷が多いですめっちゃありますいやああいう人ってさ、はい、多分気が付いてないと思うんだけど、はい、本当に何も考えないで書いてんだなっていうのはすごく思うんだよね。何も考えずに書いてる 本当に自分の運気悪くしてるってことに全く気がつかないで書いてるんだなと思ってさ、本当にびっくりするんだよねそうですねだってあれを読んで、はい、気悪くする人っているんだよ、うんうん、気悪くするってことは、うん、もうそれだけで人の心に火を消してるわけだよ、はい、何万人の人が見るわけじゃない、はい、何万人の人が見てそうです何万人まあそのうち何人がこうイライラするのかわかんないけども、うん、そこでイライラするっていう波動が書いた本人に向いていくわけだからねはー ね、しかもそれだけじゃなくて、はい、もうこれから絶対覚えとかなきゃいけないのはもうこのデジタルタトゥーっていうのをデジタルタトゥーっていうのはさひぼ、はい、中傷とか書いたことは、うん、もう一生消せないってこともうグーグルは多分全部の人の人こと知ってる何から何まで知ってると思う、えー、だからその人のもうパーソナリティが全部バレてるさ Google にーこの人は性格が悪いだい大体誹謗中傷を書く人って常に誹謗中傷しか書いてないはずなんだよなるほどもう感動しました涙出ました、はい、と言ってる裏で最低なんだけどキモいんだけどみたいなのは、うんうん、多分あんまりないんじゃないのかなと思うんだよねああそうですね,そすねでも誹謗中傷の人はもう誹謗中傷専門のような気がする僕は分かんないけどね、はいはい、でもそういうの全部蓄積されていってデジタルタトゥーとしてもう絶対消えないで、うん、一生残っていくし、うんうん、でこれからの時代どういう時代になっていくかだよ今さ、はい、あのヒューレット・パッカードってあるじゃない あ、HP ですね HP あるとね、はい、パソコンのメーカーのね、はいはい、あの HP の元社長の樋口さんという人がいて樋、はい、口さんというのはずっとね、はい、人を採用する仕事をしてて、まあそれで社長になったのかなって、うんうん、だから。うん 人脈がすごい広くていろんな大企業もう日本だけじゃなくて世界の大企業と知り合いがいっぱいいるらしくて結構インタビューするのが好きらしくていろんな人たちにあんたの会社はどういう人材を求めててどういう人材を採用してるんだっていうのをいっぱいインタビューしてらったのでマイクロソフトフェイスブックアマゾンいろんな名だたる人事担当の人たちにあんたのとこどういう人採用してんのって聞いたの聞いた時の答えがめちゃくちゃ面白い普通さそんな大企業ってさ絶対的に仕事できる人間 とんでもなくモンスターみたいに仕事バリバリできて IT リテリアシーがめちゃくちゃ高いすげえ人間探してんだみたいな言うかと思ったら全然違うえっ何なんですかみんなの答えがどういう答えが書いてたかというとグッドネイチャードパーソンを探してるっていうグッドネイチャードパーソンもうちょっと教えてもらっていいですかグッドネイチャードパーソンというのは生まれつきいい人ってことだからどこの大企業もそういう人材を求めてんだ今ね だからいい人を求めてるんだ今そんな中でこれから日本も絶対そうなっていく、はい、そうなってた時に、うん、SNS に悪口書いてるような人間って、うん、絶対 Google は全部知ってるから、うん、採用してもらえないよそうですねそうですねだから今度多分人事とか採用する時って、うん、多分そういうデータって入ると思うんだよね、うん、この人どういう人なのって、うんうんうん、はい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 だって今だって ほとんどの企業はその人のフェイスブック、インスタグラム絶対チェックしてるからね、ああそうっすすよね絶対チェックるいったときにそうやって表向きはいいかもしれないでも裏アカウントで悪口書き込むでもそれも全部グーグルに残ってるしだからそういうのも絶対こう表沙汰になる消えないよ、もうすでにそうですねもう消えないもう残っちゃってるから多分書いた人もどこに書いたかも何も覚えてない。はははいいいそうですね いや相当昔のデータから残ってるんですねもうずっと残ってるあ<ー>だからもうその人がどういう人なのかって言って、はい、多分お金出せばどっかの会社は調べてくれるはずだよもう、はいや。だからこれから日本も絶対そういう会社になるそうっすね,っすね絶対そういう会社になる、ね、だからこれからも先っていうのはもう今アメリカがそうだってことは日本も何年か後には絶対そうなるんだよねこれだからそうなった時って本当にここから先の時代ははい もういい人じゃないと生き残れない時代になってくるんだよ。ううことですよね。そう。だからいい人じゃない人は本当に生きづらい世の中になっていく。うんうん。うん、だけどいい人は本当にいい人たちでネットワークを組んでいくから、うん、本当に生きやすくい。だから生きにくい人はどこまでも生きにくくなるし、<ー>周りもいい生きやすい人は絶対生きやすくなる。そうですね、そうですね、うん。だからこういうふうになんか陰でいいことをさ、はい、いつも。 ね、書いて、初めてコメントします。そう、だから、どんどん書き込めば、すればいいんだよ。そうですね。そう、ね。だから、悪口じゃなくて、はいはい、読んだ人たちもね。うん、気分よくなり、うん、で、自分も気分が良くて。はい、で、それを配信してる人も気分よくなるところ、三方吉だよ。めっちゃいいですね。うん、本当にいいです、ね。三方よしだよ。だから、こういうのを。はい 本当 SNS ででさ悪口多いよ多いいよすねもうなんか書いてる人楽しいのかなと思うんだよね。ああそうっすよねなそれ。何が楽しいんですかっていうね。いや本当そうですよね。でもそれ何よりもさ、はい、その読んだ人たちのそのマイナス感情波動が全部その人に向かっていく。ははい、はい結局自分の首を絞めてる そういうことしたんではここから先の時代は生き残っていけないから三よの時代だようんうん、そ何でもかんでもねコメントすればいいってもんじゃなくて、うん、やっぱり感動するものってあるから。うんうん もう感動したらもう絶対その気持ちそのままで、はい、本当に感動しましたっていうのをアピールしたらいいじゃない、うん、あそうですね本当になんかちゃんと書かなきゃいけないと思ってたら、うん、多分入れるの難しいと思うんですけど「うん、今日もありがとうございました」とかなんかそういうシンプルな言葉でもいいの、うん、いますよね「今日もありがとうございました」ばっかり「あの今日もありがとうございました」の人名前なんだっけな、はい、あの方は毎日ありがとううございいますすってて入れてるよね、はい、そうですねはそであの人一言だけだけど。はい ね、いい人だよねねいい人です、ねうん、だからそんなになんかあのしっかり書かないといけないとかそんなことは一切ないよね。あそんなことないそんなことないそんな別に何書いてもいいんだけどだ本当に感動したとか、うん、だったらその、ね、素直に感情をそうやってさぶつけけていけばいいいばじゃない、うん、そうですね,そうですねそうだからそれは別にねうちのチャンネルとかじゃなくて別に他のチャンネルだって素晴らしいものはたくさんあるし、うんね、素晴らしいこと配信している方たちは本当にたくさんいるからそういった人たちにもうどん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 ,どんさ感動したら感動したっていうメッセージをねどんどん送っていけばだってそれをさ作ってる側 さすごいい嬉しいじゃんその、はい、嬉しいその火が灯るんだからさ、はい、だって僕らはさ目の前にいる人の心に火を灯しにこの地球上にやってきてるわけだから、うん、そのマッチ棒の本数をいかに増やしていくるのかだから、はい、それでね一つコメント書くだけでその人のね、はい あの配信してる側の人にも心が灯るし、はい、読んだ人にも心が火をともるので、はい、読んだ人が感動するのさいっぱいの人が感動してくれると思う,そう、ね。そうですねそうですねだってそ,のそうそうさ「いいね」って押してくれるわけじゃんこの人にだからあの数が増えれば増えるほど多分感動してる人がいるってことだからだからどどどどん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 さそうやってて心に火灯しいうのがさあ本当ビザの積み重ね人生はビザの積み重ねだからさうん、うん、そういうことを重ねていけばいくほど、うん 面白い現象が絶対降りかかってくるのが人生ってやつなんだよねだからもうこの人をね初めてコメントしますって書いてるけども、はい、まあ本当にどん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 そういった感動したこととかね書け、はい、ばいいと思うよそうですよね、うん、こんな素晴らしいことないと僕は思うから、はい、僕は必ずコメントを残すようにしてるよねあぜひですねこのチャンネルご覧の皆様の中でも、うん、コメントまだしたことないよって方結構いらっしゃると思うんですよねもうどんどんねはいもう もううちのチャンネルだけじゃなくてなんか他のチャンネルでも<の>もちろんいいので、うん、ぜひあのもう短い文章でもいいので、うん、なんか見てるぜってありがとうっていうのをこ。 とか面白かったよとか、もうそれだけでもいいので。うん、だからそれって結局ね、うん、それってっ人の心に火を灯してるんだってことを、うん、やっぱり理解しておかないといけないよね。そうですね、うん。だって人間はさ、人の心に火を灯していかないとさ、うん、運気なんか回っていかないからね。そうですね。運気回していくためにはさ、人の心を動かしていかないといけないから、はいうん、やっぱそうやってね、そんなねただ一ついいねボタンを押すだけかもしれないけども、うん、それだってさ。 0.01かもしれないけどさそれ何回もやってたらさいつの日か大きくなってるじゃないそうっすね、うん、だから実践なんだよね、はい、何でもかんでもそうだからまあぜひねそういったね、はい、結局この人のコメント一言を読んでね<ひ>また次回に,次回に <laughs> はいということでねはい、熱く語ってしまいましたぜひそうですねでもこれからの時代そうなるってことなので今この場からぜひコメントっていう形でスタートしてみるの最高だと思うので、うん、そうだなぜひやってみてほしいと思います、うんはい、ありがとうございます 動画をご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録は、ここ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 、